大丈夫か？無理に動くなよ。ガブが戻っているはずだ。探してみよう。ロザリアの方で。やおー、クライブ。しけた面してんな。報告を。相変わらず愛想ってもんがない。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上、未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所、一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス、ダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ。ポートイゾルデに住む知人を頼ってみろ。知人だ。叔父だよ、バイロン・ロズフィールド。ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド。大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ。待て、そうだよ、お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。叔父は烈気とした貴族だが、その傍ら貿易を営んでる。商船なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。な、な。支度をしたらポートイゾルデに向かおう。
加減そのほうきも替え時よ。そいつを切ったら飯にするか。あなたのおじさまが船を貸してくださるといいのだけど。水をやるのって面倒じゃないの？あなたも食べてほしいよね。ああ、シド、ご相談がありまして。どうしたんだ？シドはこの木の果実をご存知ですか？確か前の隠れ家にもあったな。はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼女の亡き後、僕が育成を引き継いでついに食べられるほどに大きく育ったんです。それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて。どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか？いいだろう。連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。ですからぜひとも食べていただきたかったのです。それではシド、こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。よかったね、マーテルさん。やっと皆さんに食べてもらえるよ。植物を育てられるの。ブラックソーンたら、お酒の飲みすぎよ。二日酔いするくらいなら、あんなに飲まなきゃ。この場所ってシドが見つけたの？マーサさんは無事だったんですね。一休みに甘いものでもいらないか。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルだって、その名前どこかで。ああ、植物園にいた人じゃない。
そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった、また実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。シド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。植物園からの差し入れだ。受け取ってくれ。おや、懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さい実を勝手に取ってよくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるか。やれやれ、相変わらずだな、お父さんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。これで渡し終えたな。植物園に戻って伝えてやるとしよう。さっきの果実甘くて。いい加減そのほうきも変えてきよう。ロザリアの方で何かあったらしいわね。石の剣の連中に果実を渡してきた。喜んでくれていたよ。それにみんなマーテルのことを懐かしがっていた。覚えていてくれたんですね。マーテルさんは人が苦手だった僕に優しく接してくれました。でも彼女はあの襲撃での怪我が原因で、以前彼女は言ってました、この木の果実をとびきり美味しくしたいって。だからこの木をマーテルと名付けて育てたんです。僕がマーテルさんの思いを形にするために。お前は彼女の意志を継いでそれを成したんだ。自分を誇っていい。シドからお褒めの言葉をいただくなんて。そういえばオットーが届けてくれと言っていたぞ。あと俺の部屋にも頼む。わかりました。カゴにいっぱいお届けします。よかったねマーテルさん。もっともっと美味しくしてあげますからね。
毎日水をやるのって面倒じゃないの？何の用だ？何を作る？また来いよ。うちの火事場は最高だぜ。なんせ魔法を使わずに火事ができるんだからな。それもすべてあの炉と不意後のおかげ。本当にすごい発明だよ。あなたのおじさまが船を貸してくださるといいのだけど。そいつを切ったら飯にする。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風獄プカを探ってもらってる。地平が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように、潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。行こう。そういえば、このロザリア南部は大丈夫かしら。マーサの宿であんなことがあったばかりで。そうだな。フォートイゾルではまだ遠い。近くの人里で話を聞いてみるか。この先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。よっ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 。違う。
いい加減、そのほうきも替え時よ。マーサさんは無事だったんですね。カイン。なんだ、ネクタール。リスキーモブ掲示板か。各地に現れた凶暴な魔物リスキーモブの目撃談が張り出されている。どいつもこいつも石の剣の連中には手に負えない強さだと聞いた。お前の思惑はともかく、人の暮らしを脅かすのは戦や黒の一体ばかりじゃない。リスキーモブを倒すことでも人が人として生きる場所を作ることにつながるか。分かった、力になろう。講義が必要かい？行ってきたまえ。あら、クライブ、支援品窓口へようこそ。レシレか。確かここでは支援者から届いた品を取りまとめているんだったな。ええ、各地の問題の解決にリスキーモブの討伐、そうしたあなたの活動に送る感謝の印だそうです。あなたが多くの人を助けるほどに多くの信頼が寄せられます。どうぞ誇りに思ってくださいね。こちらが各地から届いた品です。
今お渡ししますね。はい、どうぞ。時々覗きに来てくださいね。やあクライブ、協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。そういう話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。どうぞ見てってくれ。よろしく頼むぜ。いい加減そのほうきも買い時よ。今だ、取る、行け。
取るな。